というのは同じものを引き寄せるんです。目の前の相手は自分の映し鏡です。相手にダメージを与えたらそのダメージはそっくりそのまま自分に返ってまいります。良くも悪くも引き寄せというのはその場だけでは終わりません。時間差を経てやってまいります。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。かんちゃん住職の書籍魂見合い開運、そして香りのある日常ということで邪気払いや先祖供養などにお使いいただけるダケラの線香昇香、ただいま絶賛発売中でございます。これらお求めの方は概要欄をご確認くださいませね。皆様は普段からね、物事への感謝とか人間関係でご縁ある人とのお付き合いさせていただいていることへの感謝、そして今日という一日をいつもと変わらずに元気にね生きていることへの感謝をね、そういったものを抱いてらっしゃいますでしょうかね。感謝の念を大切に毎日を過ごしていますという人もいらっしゃれば、中にはね、何に感謝するの、もし感謝するなら私の頑張りに感謝するわなんてね、そんな方までね、人生人それぞれその考え方は違いますし、いろいろな人がおられることだろうと思います。ただね、何に対しても感謝の念を抱いている人とそうでない人とではね、ご自分の人生というもの、ご自分の運気にも大きな影響が現れてくるものなんですよ。もしね、感謝なんて煽らしいことできないわと、全ては私の頑張りのおかげなんだからと思いながら、これまでと変わらずにそういったお気持ちで過ごしておりますと、なぜだかね、この不運なことばかりに見舞われてしまって、どれだけ頑張ってみたところで公私ともになんかモヤモヤしたすっきりしない日々を送ることになるかもしれません。挙句の果てはなんで私ばかりはこんなに苦労しなきゃならないのなんつってね、ネガティブな気持ちに苛まれて本当に大切なことを見失ってしまったりですとか、目の前にある良き運気さえも逃しかねません。じゃあ感謝するだけで本当にね、いいことが起きるというんであればね、自分の身に降りかかる全ての物事や出来事に感謝の念を抱いてみる価値はありそうじゃないですか。もしね、感謝の念を抱きながら日々過ごしていなかったという方はね、ぜひね、感謝の念を抱く日々、そういったものを意識しながら過ごしていただきたいと思います。これまで意識したことがなかった日々に比べましてね、まるで違った景色を体感することになろうかと思いますよ。ぜひね、感謝というポジティブな良い気を巡らせながら、より良い日々を過ごしていただきたいと思います。そこで今回は、感謝をすると良いことが起こる理由と題しましてね、量子力学とか脳科学の視点から人生劇的に変える運気とか波動ということについてお話しさせていただこうと思っております。ご自分の人生を肯定させるね、そんな宇宙の真理について触れますので、ぜひご自分のものにしていただければ幸いでございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは本日もですね、こちら四五香一本炊きましてお話を始めさせていただきたいと思います。では参りましょう。ではまず、感謝をすると良いことが起こるという理由についてなんですけれども、まずね、人それぞれね、幸せの感じ方はみんな違いますよね。それは幸せを感じたり運の良し悪しを決めるのは他でもありません。自分自身の心だからですよね。そういう意味では、自分にとって辛く苦しいことでも誰かにとっては何でもないことだったりするなんてこともあるでしょう。世の中には引き寄せの法則と呼ばれる宇宙の法則がございます。これは何かと申しますとね、自分の心の状態が良ければおのずと結果も良くなるという方程式でございます。心の状態が良ければ波動が高まります。波動が高まると気持ちがさらにポジティブに前向きになって、物事への考え方、目の前で起きる出来事を前向きに捉えようとしますので、これまで何気なく見ていた日々の出来事がね、ガラリと姿を変えて見えてくることがあると思います。これまでとは違った視点から物事を見られるようになりますので、自分が遭遇する出来事の感じ方もまるで変わってくると思います。例えば何か問題を抱えることになった時に、これまではね、うわぁ最悪やなぁ、なんで私ばかりはこんな目に遭わなきゃならないの、これもあいつのせいだ、いやいや世の中のせいだなんつってね、うまくやってるように見える人に恨みつらみ嫉妬念を抱いてみたいですとか、誰かに怒りの念を抱いてはどんどんネガティブな気持ちに侵されていっていたのに、ひとたび物事の捉え方を前向きポジティブに意識を置き直したらどうなるのか、何か悩みを抱えたとしてもね、いやこれはきっと大丈夫と考えられたいですとか、降りかかる人生の試練が訪れた時にはね、これはまさにピンチやチャンスだと言って前向きに問題を受け止められるようになることができるでしょう。要は今どういう気持ちでいるのか、その気持ちの結果が自分の人生の未来像になると思えばね、その時々の心の状態がとっても大切になってまいります。
気持ちをポジティブに保てればね、同じことをしていてもポジティブな結果を招きますし、その気持ちのままのことがどんどん集まってきたりもいたします。これを引き寄せの法則と言ってみたいですとか、未来方程式なんて言ったりもする宇宙の真理と言っても過言ではないもんでございます。ただ中にはね、どんなに気持ちを前向きにして頑張ってはみるものの、自分が望んでいる現実をどうしても引き寄せられなくてね、心が折れてしまったり諦めてしまったり、気づけばネガティブな気持ちにさらに落ち込んでしまっているなんて人もいらっしゃるんじゃないかと思います。そんな人でもね、もう大丈夫です。引き寄せの法則のその法則自体をご理解いただければね、幸せに過ごすコツをつかんでいただけるものと思います。感謝の気持ちであなたの行動が変われば、あなたの人生が変わってまいります。こうした宇宙の真理というのはとってもシンプルなんですけれども、複雑に見えるし非現実的そうなんですけれども、実はとても現実的で実践的なものでございますので、あなたのお気持ちさえあればね、今すぐにでも行えるものばかりでございます。もしね、今の状態を変えたいですとか、夢や願い事を引き寄せて自分の力で幸せな人生を作っていきたいですとかね、人生を変える方法がもしあるならぜひ知りたいなんて、本気でね、人生を変える覚悟がおありな方はですね、間違いなくより良い人生へと変えることができますからね。そもそも引き寄せの法則とは一体何かと申しますとね、思ったことが現実に引き寄せられる宇宙の真理のようなものでございます。これは魔法とか特殊能力なんてものではなくて、私たちは意識するしないにかかわらずね、いつも当たり前のように息を吸ったり吐いたり、この呼吸を繰り返しておりますよね。そうやって命を流れることができております。生活することができておりますよね。この引き寄せの法則というものも同じことでね、呼吸をするくらい自然に宇宙の法則の上に私たちは毎日の生活を送っております。つまり引き寄せの法則というのは、ある意味当たり前の現象と言えるもんなんですよね。そしてこの引き寄せの法則は、良くも悪くもね、自分の潜在意識で思っていることをそのまま引き寄せてしまうもんでございます。思考は現実化するということですよね。良いことも悪いことも心の中で思っていることが現実になる法則でございます。だとすれば、今自分の目の前に広がっている現実の世界というのは、過去に自分の心の中で想像していたこと、自分の心や思考が引き寄せた結果の世界ということになるんです。今現在ね、もうとってもいい状態にあるという人は嬉しい事実かもしれませんけれども、最悪の状況に陥っている人にとってみればね、とっても受け入れがたい事実かもしれません。でも私たちの人生というのはそうやってできているもんですし、その事実を受け入れるところからね、気持ちを前に向けることができるようになってまいります。引き寄せの法則というのは、良くも悪くも自分の潜在意識が放つ思考が時間差を経て現実化するという法則だということをね、ぜひ覚えておいてくださいませね。仮に今ね、望まぬ現実が目の前にあるという方はね、実は過去に放った強いネガティブな思考が時間差を経て今自分の目の前に反映されているということになるんです。私はいつも運が悪いし、お金もないし、毎日嫌なことばかりが続いているし、本当に私ってついていないなぁなんて嘆いていらっしゃる人は要注意です。時間を経て本当についていないネガティブな現実を引き寄せてしまうことになりますよ。マイナスの波動を放てばマイナスの現実を引き寄せるようになるし、前向きな波動を放てばポジティブな現実を引き寄せられるようになってまいります。引き寄せの法則で意識しておいてほしいことというのは、その思いが現実のものになるというのはもちろんのこと、それがループし続けるということなんですよね。例えばネガティブなことを想像していたら、ネガティブなことを引き寄せて悪いことが起き出します。悪い出来事に遭遇したら、さらにまたネガティブな思考になって、また違った悪い出来事を引き寄せてしまうといったようにね、どんどん負のループが呪術内に続いてしまうことになります。これが逆にね、ポジティブな場合、どんどん良いことに恵まれて気持ちもポジティブになります。そしてポジティブになれば波動も高まって幸運気にも恵まれるようになります。幸せな人生を引き寄せることができるようになるということでございます。引き寄せの法則とは言うもののね、何か不思議なことではなくて、ごくごく当たり前の因果応報的な法則でもあるんです。いやいや、そんなことあるわけないじゃん。もしそうだとしたら誰も苦労はしてないし、みんな幸せになっていても不思議じゃないでしょうなんてね、そう思われる人の気持ちもわかるんですが、でもそういう気持ちでいればこそね、やはり思った通りの幸せになれるわけないじゃんという現実を引き寄せてしまうことになるんですよ。じゃあね、夢や願い事を引き寄せてね、幸せな現実をつかむ方法とかコツのようなもんって何かあるんですかと問われたら、その答えはイエス。
ございますよ。それは何事においても感謝の気持ちを抱くことでございます。感謝の気持ちをまたそれを言葉にすればね、ありがとうですよね。ありがとうってこれ漢字に直しますと、ありがとうと書きます。ありがとうっていうのはあることかたし、つまりそういう状況にあることは本当は難しいことなんだという事実をね、知っているということでございます。つまりあることがないというのは、めったにない、珍しい、稀なことという意味になります。そして感謝のありがとうに対する反対語って一体何だと思いますか？それが当たり前という気持ちです。でもね、これ世の中にこれ当たり前なんてものは何もございませんよね。朝目覚められたこと、食事を美味しく食べることができるということ、呼吸ができること、目が見えること、人と話ができること、寒いとかね、暑いとか感じられること、美しいものを見て美しいと感じられること、もし今挙げたようなことが普段当たり前のようにできている自分がいればね、そんなあなたはもうね、完全にね、幸せ者でございます。よくよく考えてみれば、もしかして日々当たり前だと思って過ごしていた一つ一つのことっていうのは、それは全て当たり前ではないものばかりだったということで気づけるかもしれませんよ。誰かと比較すれば、上を見ればね、キリがありません。隣の芝は青く見えるもんでございます。ただし、もっと広い視野で眺めることができたとしたら、朝目覚めることが困難な人もたくさんいらっしゃると思います。酸素を吸って呼吸するのにも酸素ボンベが必要な人もいらっしゃいます。口から満足に栄養を取られないって方もたくさんおられます。生まれつき目が見えない人も、感覚がない人も、天涯孤独な人も、世の中にはいろんな人がいらっしゃいます。ただそうした状況と環境というのは、その人の幸せとか不幸とはこれ全く比例しません。どういう状況にあろうが、幸せをいっぱい感じながらね、ありがとうと感謝の言葉を口にしながら、ありがとうの波動を話し続けていらっしゃる人、一方で旗から見れば何の不自由もなくね、恵まれた人生を歩んでいるように見えるような人でもね、全く幸せを感じられていない人もいらっしゃいます。私たちの幸不幸っていうのは、私たち自身の中に宿ります。日常の全てが特別なことと思える人はなかなかおられないとは思いますけれども、そうした全てのことが当たり前ではなくてね、実はありがたいことなんだという事実に気がつける自分を目指していただいて、常に感謝の気持ちを持ち続けられる自分でおられたとすれば、あなたの周りにおられる人もね、幸せな波動が伝播していって、いつでも自分らしく最高に幸せな人生を歩めるものと思います。実はこのありがとうという言葉のニュアンスっていうのは仏教から来ております。北教というお経の中に、人の生を受けるはかたし、やがて死すべきもの、今命あるはありがたしという一節がございます。つまり人として生まれてくることは、それ自体が奇跡のようなこと、そしてやがて人は死を迎える存在です。ならば今こうして命があることに感謝して、そのありがたみをかみしめてまいりましょうねというような意味合いになります。数え切れない偶然とご先祖様が託された命のバトンを受け継いで、今ここに自分の命が生まれていることができたんですからね、そんなありがたい命の尊さに感謝して精一杯生きていかないと罰が当たりますよね。ありがたい私たちの人生は、ありがとうという感謝の気持ちを抱いて生きることで幸せの奇跡が起こる人生なんだということを、まずはね、しっかりここに留め置いていただきたいと思います。さあ、そんなポジティブを引き寄せる感謝のありがとうに対する気持ちは何だったですか？そうです、当たり前という自己中心的な傲慢の気持ちでございます。何でもかんでもね、これ当たり前という気持ちがあるところにネガティブな波動を放つことになってしまいます。感謝ができる自分、ありがとうが言える自分になるためには、謙虚な心がないとなかなか難しいと思います。人間関係でもその人のことを認める気持ちがあるからこそで、こちらは謙虚にもなれますよね。謙虚になれなくて人に感謝できないっていうのは、その人を見下していたり、その人が行っている全てのことが当たり前だと思っているからだと思います。例えば一般的なご夫婦を例に挙げますとね、奥さんはご飯を作るのが当たり前、掃除洗濯家事万般するのが当たり前、旦那は外に仕事に行って家計を支えるのが当たり前、家族のみんなが何不自由なく生活できるようにね、汗水垂らして働いてそれなりの稼ぎを出してくるのがこれ旦那としての務め、当たり前。そんな風に思ってるご夫婦にね、ありがとうという感謝の言葉がこの家庭内で交わされることがあるとは思えません。そんな感謝の心がないので、汗水垂らして帰ってきた夫、食卓を見れば
冷凍物のチャーハンや唐揚げが並んでいる。それを見た旦那さんがね、そんなものしか作れねえのか、こっち朝早くから会社に行って上司から小言を言われ続けながらね、必死こいて仕事をこなしてきたというのに、お前は一日中家にいてなんだこの手抜きご飯は、なんつってね、頭ごなしに浴びせかけるような冷え切った家庭。この旦那さんには奥さんに対する感謝の気持ちが微塵もありませんよね。ましてや美味しいものを用意して疲れて帰ってきた俺のことを癒してくれるのがお前当たり前だろうなんて思っているから出てきた言葉なんでしょう。でももしかするとね、その奥さんからすればそんな旦那さんの頑張りをよく分かっていらっしゃって感謝の気持ちいっぱいに思っているからこそね、彼が疲れて家に帰ってきたらもう気持ちよく過ごしていただけるように、過ごしやすいようにね、お家をきれいに掃除していたりとか季節の模様替えをしたり、日中はねもう一生懸命頑張っていたかもしれません。そうこうしているうちに時間がなくなって、やむなくその日は冷凍食品で間に合わせたのかもしれませんよね。まあそれは実際わかりませんよ。でも少なくとも当たり前という傲慢な気持ちでおりますとね、そんな奥さんの本当の優しさだったりですとか、その一日の頑張りに気づくこともできませんし、逆にその大切な奥さんを苦しめることになってしまいます。夫婦仲も冷え切って信頼関係も崩壊、お家でも自分の居場所をなくしながらね、自分で自分の首を絞めることになるでしょう。また逆の立場でも同じようなことが言えると思います。もし感謝の気持ちが持てない奥さんだったとすればね、これっぽっちしか稼いでこられないの？今月の支払いどうすんのよあんた。まるまるちゃんのお家のパパは役職も昇進してお給料もかなりアップしたらしいじゃないの。あんたの方が長く勤めているのにいつまでもうだつが上がらないなんて、私に恥をかかせないでよちょっと、なんつって言ってしまえばね、その言葉の裏には、旦那なんだから家族を養っていくのが当たり前、そこには感謝の気持ちなんて微塵もありませんよね。これまた自分で自分の首を絞める結果を招くことになりますよ。引き寄せというのは同じものを引き寄せるんです。目の前の相手は自分の映し鏡です。相手にダメージを与えたらそのダメージはそっくりそのまま自分に返ってまいります。傲慢な態度をとっていたらパートナーに浮気をされたりとかね、子供は学校でいじめられるなんて最悪の状況、最悪の影響を与えることにもつながっていくし、そういったことが起きる可能性が考えられますよ。良くも悪くも引き寄せというのはその場だけでは終わりません。時間差を経てやってまいります。こうやって意識が現実になるというのはね、実は科学的にも証明されているところでございます。私たちのこの心っていうのは肉眼では見えていないわけなんですけれども、心で思った意識あるいは言葉には周波数を帯びていることが分かっております。ここで量子力学について触れておきたいと思います。量子力学という言葉お聞きになったことはあると思います。でもそんな量子力学とは一体何のことやらなんて方も少なくないでしょう。それに感謝と量子力学って何か関係あるんですかと問われれば、実は大ありなんです。私たちから放たれている波動については、この量子力学から引き寄せの法則といった感謝の波動で良い現象が起こる理由が説明できるんですね。まず量子力学とは一体何かと申しますと、量子はどうやって動いているのかを調べる学問のことを言います。では量子って一体何かと申しますと、それは物質を作る小さな小さな単位のことなんですね。この世の中に存在するものは全て原子と呼ばれる小さな粒が集まってできております。例えば今手に持っていらっしゃるそのスマホ、目の前にあるパソコンも小さな粒がより集まってできているんですね。原子を大きく分けると電子、陽子、中性子、この3つの要素からできております。原子が結合して分子になるというのはね、学校の理科で習ったことがあると思います。その原子とか分子のように物質を形作る素材にあたる小さなものを量子と呼んでおります。量子の中には原子やら分子やら電子やとして知られるね、あの光の格子とか、いろんな種類が含まれております。少し混乱するかもしれませんけれども、とにかく全てのものは小さな粒でできているんだというふうにね、ご理解いただければこれで OK でございます。量子というのは原子よりも小さいもののことでございます。そしてここがポイントです。量子ほどサイズが小さいものになればね、どういった動きをするのかがわからないんです。仮に量子以上のサイズになればね、例えばこの氷を溶かすと水になって、水を熱すると水蒸気になっていきますよって言ったようにね、どういう動きをするのかが言葉で説明できますよね。言い方を変えれば目に見える物質は動きや状態が予測できますけれども、量子以下のサイズになると説明できなくなるんです。そこで量子はどういう動きをしているんだろうかというのを調べる人が出てまいりました。その結果量子力学という学問が生まれたというわけでございます。
そんな量子は粒と波の性質を同時に合わせ持っているということがね、量子力学の世界で二重スリット実験という実験によって明らかになりました。先ほどお話しした通り、原子には電子、陽子、中性子、この3つの要素でできているのと同じように、量子は波と粒子というこの2つの要素でできております。そして量子の波の数が多い状態を周波数が高いといって、反対にこの波の数が少ない状態を周波数が低いと言います。この周波数が波動を表しているというわけでございます。同じ周波数を持つ者同士には共振現象と呼ばれるものが起こります。共振現象というのは、同じ波動を持った者同士がお互いに引き寄せ合う現象のことを言います。自然界はこのね、共振現象とかね、共鳴現象で溢れております。共振現象で分かりやすい例が連星振り子ですよね。連星振り子というのは、2つ以上の振り子がお互いにエネルギーの受け渡しをして影響を及ぼし合う、あの振動系のあれですよね。あと音叉もそうですよね。それからグラスハープもそうです。グラスハープって皆さんご存知だと思いますけれども、ワイングラスとかこのブランデーグラスのようにね、足つきグラスの縁をこの指でこう擦りますとね、この摩擦の振動によってヒューン音が鳴りますよね。あれがグラスに入ってる水の量で、ドレミファソラシドってね、そんな具合にその水の量が少ないほど高音が出せます。あれもね、周波数が共鳴して反応する共振現象でございます。素粒子の振動から生まれるものが波動というもので、波動は私たちの目には見えないんですけれども、音は共振現象などから感じ取れているというわけでございます。ということで、全ての物質は量子でできております。これを私たちの日常生活に当てはめますとね、ありがとうというこの感謝の言葉を何回も言っておりますと、自然に良いことが引き寄せられて良い結果を招くようになるというね、これはね、科学的根拠がございます。その科学的根拠って何かと申しますと、これが波動の共鳴、波動の高さということになります。全ての物質は振動していて、その波動が現実を形作っております。つまり、自分が高い周波数の状態になれば、この共振現象のようにね、自分と同じ周波数の高い状態の人、あるいは物とか出来事が反応して自然と引き寄せられるようになってまいります。アファメーションや引き寄せの法則で言いますとね、今のあなたが望む未来のあなたになって、ワクワクするような楽しい感情を持ち続けた時に初めてあなたの願いが叶います。つまり、あなたが望む未来で生きているあなたというのは、周波数が高い状態のあなたでおられます。あなたが感謝の気持ちで過ごしておられたりですとか、そうした気持ちからありがとうという言葉を発しておりますとね、自然と感謝の多い未来が訪れて、あなたが望むような幸せを現実のものにすることができるというわけなんでございます。これが反対に、今ネガティブな感情とかマイナスのブロックがかかっておりますとね、周波数が低い状態になりますので、未来のあなたとは周波数に差が出てしまいます。その結果、いくら幸せを願ったとしましても叶わない状態になってしまいます。それどころかネガティブな状態に陥ってしまうことにもなりかねません。ということでね、ここまでの話をちょっとねまとめておきますと、量子には粒と波があって、波の数が増えると周波数が高くなります。その状態で共振現象を起こせば、今の自分の周波数と同じものが引き寄せられるということになります。つまり、自分の望んだ現実を引き寄せることができるということなんですね。では、どうすればその共振現象を起こせるのかと申しますと、それが量子力学から見た感謝をすることなんです。ありがとうという感謝の言葉を口にするだけで、あなたが望む幸せな未来を引き寄せることができるというわけでございます。それはなぜかと申しますとね、感謝の言葉には高い周波数を持っているからなんです。感謝の言葉にはね、お心遣いとかね、お気遣いに感謝申し上げますとかね、あるいはもう直接的にこのありがとうといったね、そういった感謝の気持ちを込めますと、感謝の言葉にはまあいろんなものがございますけれども、その言葉に感謝の気持ちさえこもっていれば、言葉もこれ何でも大丈夫でございます。先ほど冒頭でも触れましたけれども、量子というのは、今手に持っていらっしゃるそのスマホとか、目の前にあるそのパソコンとかテレビ、そういったものはね、小さな粒が寄り集まってできているものでございます。それは目に見えるものだけではなくて、音とか手触りといったね、その目には見えないものにも含まれていると言いましたけれども、実はそのものが持っているそれぞれの量子の特徴を、私たちはこの音で聞き分けたりですとか、触覚で感じ取ったりもしているんですよ。例えばこの壁をね、さーっと触った時に、なんだかザラザラしているなーなんて感じたりとかね、あるいはツルツルして気持ちいいなんて感触を感じるというのは、それぞれの量子の持つ性質が違うからなんですね。
私たちが耳で音を聞き分けられるのは音の波の違いを聞き分けているからでもございます。まあこんな感じでね、この音とか手触りといったものにも量子の波あるいは粒子の性質があって、それぞれの違った特徴を私たちはすでにね、もう生活の中で感じ取っているわけでございます。そこでありがとうという感謝の言葉にも独自の波を持っていて、量子力学的には周波数が高い言葉だというふうに言われております。そんな周波数が高い言葉を口にしておりますと、共振現象が起きて、同じように高い周波数を持った人や物が集まってまいります。もっと言えば、周波数が高い言葉というのはあなたの周波数をも高める効果が期待できるんですね。つまりありがとうという周波数が高い言葉を口にすればするほど自分の周波数が高くなりますので、同じく周波数が高い嬉しい現象が引き寄せられる状態になって、全てがうまくいくようになるというわけでございます。私たち人間のこの体は常にバイオフォトンという光の素粒子を放出しているようでございます。このバイオフォトンは意識の数だけ増え続ける性質を持っているそうでございます。そしてなんと、バイオフォトンの素粒子が増えれば増えるほど意識が物質化して現実として見えるようになるんだそうでございますよ。この原理は後で詳しく説明しますけれども、結果的に願いが叶いやすい周波数が高い状態に加えて、強烈な未来意識を持ち続けることによってね、思った通りの結果が得られるということなんですね。なので一見無謀だと思えるような自分のその夢とか目標、成功した姿を具体的に、そして強く想像してみてくださいませね。必ずそれを引き寄せる現実をね、招き入れることができるかと思いますよ。ここまではまとめておきますと、量子力学的な感謝の本質というのは、ありがとうという高い周波数を持つ言葉を口にされることで共振現象を起こして、ご自分の願いを叶いやすくします。さらに自分の望む理想の未来をすでに手に入れた自分をイメージされることで、願いを具現化する、現実化することができる。この2点が引き寄せには必要なわけなんですね。脳科学的にはこの後お伝えさせていただくんですけれども、実は量子は意識を向けられると形を変えることがあるというのがね、これ実験で分かっているそうでございます。そして驚くべきことに、この現象と似たことがね、私たちの脳内にも起こっております。ではここからはね、脳科学的な視点から思考を現実化する理由について解説してまいりたいと思います。まず私たちの脳はできるだけ省エネに動くようにできております。なぜ省エネに動くのかと申しますと、脳というのは私たちの体重の 2% ほどの重さしかないのに、1日に使うエネルギーの2割も消耗しております。つまり重さの割に多くのエネルギーを消耗しますので、エネルギー不足にならないようにということでね、できるだけ省エネに動いてエネルギーを節約しているというわけでございます。じゃあどうやって省エネに動いているのかと申しますと、脳に入ってくる情報の一部をシャットアウトしているんだそうでございます。そしてそのシャットアウトしている脳内の器官が脳幹毛様体不活系でございます。例えば皆様ね、ちょっと想像していただきたいと思うんですけれども、あなたが友人との待ち合わせに遅れそうで急いで走っている時にね、パッと街中にある時計を見て時間をチェックしたとしましょうね。その後待ち合わせに間に合って一息ついた時に、あの街中で見た時計のデザイン思い出されますか、どうですかって聞かれたらね、あなたはすぐにね、あの時の時計はこういう形でこうでしたなんて即答できますでしょうかね。もっと言えば、その時計はどこにあったのか、時計を見た後どんな背景が広がっていたのか思い出させそうですかね。まあそれはね、時と場合にもよると思いますけれども、これは昨日の晩ご飯のメニューは何でしたかと聞かれて、いやなんだっけなーなんつってね、じっくり考えて込んでしまうという現象に似ております。そこでもし思い出せない場合は、脳幹毛様体不活系がエネルギーを節約するためにね、必要のない情報として潜在的に無意識のうちにね、シャットアウトして省エネ化したということになります。つまり私たちの脳内での記憶というのはね、そこにちゃんと自分の意識を向けていなければ、そもそも記憶として形にすら残らないという構造になっているそうでございます。ここでありがとうという感謝の言葉はなぜいいのかということなんですけれども、脳機能的な結論を出しますとね、それはありがとうということで身近にあふれた幸せに気づけるからと言えるからなんですね。もし仮にありがとうを口に出そうと思えばね、ありがとうと感謝できる物事、それを伝える相手を誰にするのか、その時その場のシチュエーションをね、意識的に探し始めるかと思います。そうすると普段は当たり前だと思っていることや、無意識にシャットアウトしていたその脳幹毛様体不活系が小さな幸せにも気づけるようにつってね、物事を形として見せてくれるようになるということなんですね。
普段当たり前だと思っていることは、朝目覚められたこと、食事を美味しく食べることができるということ、呼吸ができること、文字が読めること、音が聞こえる、そして人と話ができる、そもそも健康で毎日元気に過ごすことができる、もう生きていることすらね、当たり前のことではないとさえ気がつけるようになろうかと思います。こうして今まで当たり前だと思ってね、全く意識なんか向けていなかったことにね、意識的に心を込めて向けるようになったことで、初めて気がつく小さな幸せ、そういったものもね、いっぱい見えてくるかと思いますよ。今まで見ていた世界観とは質も量もまるで違ってくるかと思います。それと同時に、一つ一つの物事が愛にあふれた世界で、自分は生かされているということを実感するようにもなろうかと思います。ところが逆にね、ネガティブから抜け出せないという人は、いつまでもネガティブなことに意識が置かれている証拠だと思います。ネガティブなことに意識が置かれておりますとね、自然とネガティブなことに意識は持っていかれるし、自然とネガティブなものを見ようとしてしまっていると思います。あたかもネガティブな出来事が起こっているかのように感じてしまうことでしょう。本当は幸せな世界に生かされているのに、あたかもネガティブな出来事が起こっているその真っ只中にいるかのようにね、感じてしまうこともあろうかと思います。要は感謝の心を持つことができればね、当たり前ではない感謝すべきことに気づける目を手に入れたも同然でございます。つまり何かを手に入れなくても現実の世界を変えられるということなんです。心のベクトルを変えるのは自分自身でございます。誰かに依存していても何も変わりません。もし心のベクトルを感謝の気持ちでありがたいと思える方向へシフトチェンジすることができれば、心に余裕も出てくると思います。そして自分が思い描く夢や目標に向けてまっすぐに歩を進めることができたりですとか、ありのままの自分を受け入れられるようになったりとかしましてね、結果的に幸せや願望実現につなげることができるようになるもんでございます。脳の働きも量子の動きも、自分の意識をありがたいという感謝の方向に向けることによって、前向きポジティブにシフトして波動の質が変わり、現実を変える力を増していくことができます。量子力学の観点で言いますとね、感謝の念を抱くことによって周波数が高い状態になるんでしたよね。同じように高い波動を持つ人、あるいは作品なんかに触れることで自分の波動を上げられるわけでございます。物事を意識的に動かすことも大切なことなんですけれども、無意識の領域で自然に動いている世界のものもございます。実際私たちのこの心臓とか内臓ってのはこの無意識の領域で働いてくれておりますし、この私たちのこの呼吸だってね、意識するしないに関わらず、それが睡眠中の無意識状態の中でもね、自然と息を吸ったり吐いたりしてくれているからこそね、私たちは生きていくことができるわけですよね。当たり前のように感じるくらい毎日行っていることも、それが習慣化すれば大抵のことは無意識に行っていくものでございます。私たちの脳に備わる脳幹毛様体不活系も自分でコントロールすることはできません。脳幹という場所はね、無意識の領域で働く器官でございますので、五感で感じ取った情報の中からどの情報を脳に送ればいいのかを識別している器官でございます。無意識の領域で働いているということは、つまり現実というのは無意識が作り出していると言っても過言じゃございません。不安とか恐怖といった無意識に発生するネガティブな感情をね、自分が抱えてしまっているとしたら、自然とネガティブな現象を引き寄せられてしまうというね、この引き寄せの法則、つまり普段からね、意識的に前向きポジティブに振る舞うことで、ポジティブ思考が自然と身についていって、無意識のうちにポジティブな言動ができるようになってね、現実が好転していく力に恵まれるあなたになることができると思います。自分から放出される周波数は波動として全てのものに影響を与え、同じ周波数同士が引き寄せ合うようにできているのが宇宙の真理でもございます。まずは身近なところから意識的に感謝の波動を放てる、ポジティブに自分の意識を変えようとすることが大切でございます。運が悪いと感じる現実というのは他でもありません。自分自身が引き寄せてしまっている傲慢な意識にございます。当たり前だと思う自己中心的なその意識にございます。謙虚な気持ちを持たれてね、何事にもありがたいと思える感謝の意識を持たれて、実際にありがとうという感謝の言葉を口に出されることでね、物事の見方も変わりますし、自らの波動を高めることにもつながってまいります。なのでどんな小さなことでもよろしいので、それこそ口癖のようにね、ありがとうという感謝の言葉を素直に声に出されてね、相手に伝えられる、そんな自分を目指してまいりましょうね。そしてあなたが望む未来像や夢や目標を叶えた姿を具体的に、それで強く思い描かれることで、その未来を現実のものへと引き寄せてまいりましょうね。ありがとうというこの感謝の言葉を口に出すことが習慣化されている時というのは、あなた自身もね、周波数が高い状態にありますので、願望成就を引き寄せやすくなります。それと皆様ご存知でしたか？感謝の気持ちからありがとうという言葉を口に出すことで、感謝の言葉を言っているこの自分自身を大好きになれるんです。
なんで自分を大好きになれるのかと申しますと、ありがとうという温かい感謝の気持ちが潜在意識に届くからなんですね。潜在意識の特徴というのは、主語を判別できないということでございます。つまり人に対してありがとうという感謝の気持ちを言っているのにもかかわらずね、自分自身に言われているように受け取るといった特徴がございます。これはね、逆もしかりで、大嫌いとかムカつくなどネガティブな言葉もね、それは自分に向けられた言葉として自分自身がしっかり受け止めてしまうことになります。なので極端な話、感謝のありがとうを相手に伝えたとしてもね、仮に相手がその言葉を受け取ってくれなかったとしましても、潜在意識の上ではポジティブな言葉はね、自分に向けられた言葉としてしっかり受け取ってくれます。例えば奥さんが家事をしてくれたことに対しましてね、洗濯してくれてありがとう、掃除をしてくれてありがとう、美味しいご飯作ってくれてありがとうなんて感謝をいたします。あるいは仕事を手伝ってくれた同僚に、仕事を手伝ってくれて本当に助かった、ありがとうねなんつって感謝したとしましょうね。すると潜在意識には主語がありませんので、ありがとうと言い続けたその高い周波数っていうのは、その言葉を言った時の温かい感謝の気持ちとともに全部自分に跳ね返ってくることになるんですよ。だから感謝の意識を大切にしなきゃいけないし、ネガティブな気持ちを口に出さないようにしなきゃいけません。感謝の言葉を言った時の潜在意識は嬉しくなってね、どんどん感謝されるような現象を送ってくれるようになったりいたします。そしてありがとうとまた口に出すためにね、相手のいいところを積極的に見つけられるようになったりもするもんでございます。ご夫婦の関係であれば、そこに愛情のある絆が生まれ、自分もパートナーも、そして周りの人たちをもね、幸せにするはずでございます。ありがとうという言葉の力には科学的な理由もございますけれども、理屈では説明できないような効果がたくさんあるんですよね。それは実践した人にしかわからない愛のある温かい感覚でございます。あなたにもね、その感覚をね、味わってほしいので、ぜひ感謝を意識したそういった日常生活を送っていただければ幸いでございます。これまでなんかモヤモヤしたね、ネガティブでパッとしない毎日にも一筋の光が灯されてね、当たり前ではないありがたいことに幸せを感じられるかと思いますよ。ぜひ皆様ね、実践していただいて、実際に叶えられたあなたの夢や目標などね、ぜひね、コメント欄でシェアしていただけると大変嬉しいです。またそれを読まれた方の励みにもなりますしね、みんなで良き波動を放出し合えると、高い周波数がお互いに良き影響を与え合うことになります。日常生活でも感謝の言葉を口にするだけならね、これ誰にでも今からでも実践できますよね。皆様の幸せを心よりお祈り申し上げまして、今回の話を終わりにしたいと思います。はい、ということで今回の話が参考になったよと思われたら、そこのあなたのチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また先ほども申しましたけれども、皆様からのコメントメッセージをお待ち申し上げております。それから個人的にご相談やご祈祷などね、ご希望の方は新城寺のホームページお悩み相談という項目からメッセージを送っていただければ幸いでございます。また守護香や魂磨き開運も絶賛発売中でございます。こちら守護香はね、長く使い続けていただくことで、さらにね、効果もね、増してまいりますからね、ぜひね、定期的にお使いくださいませね。それからこちら魂磨き開運に関しましては、ご所望の方へはあなたのお名前と私のサインを書きましてね、ご郵送もできますからね。ご郵送方法の詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひね、皆様チェックなさってみてくださいませね。それでは本日もですね、こちら手のりの響きを持って皆様とお別れさせていただきたいと思います。ではいろんな思いを込めまして、手のりの響きお届けさせていただきますね。では参りましょう。はい、それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。